まあちょっと脱線しますけどね、今日昨日かな、あの翔一くんがね、ワクチン、まあ、2回目のワクチンで今日2日目っていうことで、大丈夫なのかみたいな、2日目どうよみたいな、まあ、LINE してたんすけど、全然、まあ、帰ってこないですよね。昼とかに LINE したのがもう全く帰ってこないですよ。20時ぐらいも帰ってこない、まだ夜。いや、既読もつかないんですよ。でもう何時間、そ昨日そうなってから何時間経ってんだみたいなレベルで、でやばい、なんか大丈夫みたいな、マジ大丈夫なんかみたいな感じになって、ちょっと一回様子見に行くかっていう話になってね、様子は見に行ったら、まあ、一応大丈夫なんだけど、大丈夫なんだけども、頭がもうくっそ痛いと。頭がもう尋常じゃなく痛いと、もう動けんぞと。そのレベルにも頭痛いっていうことで、うん、僕と全く同じ症状なんですけど、もうじゃあ、わかったっつって、もうこれだなっつって、ちょっと極上のやつ持ってくるわっつってね、あの上質なね、ロキソニン持ってきましたね。うん、これでおい、これお前上物だぞっつって。これもう効くぞ、決まるぞこれっつって、これ一回飲んだらもう一発で天国よっつって渡しましたいや、ただのロキソニンですよ、普通に売ってるロキソニンです、ただのロキソニン僕もその同じ症状で、まあ、ロキソニン本当に1錠飲んでめちゃくちゃ楽になったんでね、うん、人によって結構違うみたいで、イブプロフェンがめっちゃ有効な、ロキソニン効かないけど、なんかイブ飲んだらめっちゃ調子よくなったっていう人もいれば、まあ、逆もまたしっかりっていうことで、まあ、彼はね結構イブプロフェン飲む派だったんで、まあ、ロキソニン全然飲んできてない男だと思うんで、もしかしたらロキソニン刺さるかもしれないね、もしかしたらロキソニンぶっ刺さってで、めっちゃいい感じに頭痛が収まってね、うん、回復、いい感じに回復したらね、いいですよね、うん。